どこからが巨乳なのかがみんなバラバラだよね。そう、もう巨乳は B からって思ってるんでしょ、うん、あ、でも厳密に言うと B ちょっと大きいなって思ってしまったり、 D は普通にあるけど、うん、平均値かなって思ってしまう。 C、D とかはエリテイチャンネル。はい、はい、なんか照れたね今日。照れたね今日。かっこよかった。何が声もかけたから。あ、でも思ったより良かったよ。ああそう、うん、何だと思ったの。ヤンキーみたいな、田舎のとヤンキーみたいな。あとです、もうクルクルになったやつの写真送ってあげるわ。うん、送って。というわけで、はい、本日の企画は、はい、巨乳について。巨乳について、はい、はい、とは何ですか。まあね、これに関しては賛否両論あると思いますよ。はい、はい、で、なんかあの巨乳とはっていうのがね、うん、まさかのエリテンの企画ミーティング中に出てきましてですね、まあ、僕はもう真っ先にいやもう B かなって答えたんですけど、なんかどうもね、うん、皆さんそういう感じじゃないのよ。巨乳がね、うん、どこからが巨乳なのかがみんなバラバラだよね。そう思うとこは。だから、うん、ちゃんとした線引きとして、うん、巨乳が教える巨乳の定義を考えていこうかなと思います。私が教えるの。そうよ早速やるべ、やるべ。はい、巨乳は B からって思ってるんでしょ、うん、あ、でも厳密に言うと、うん、B ちょっと大きいなって思ってしまったやつだから本当はね。え？で、うん、C からちょっとあーってなり始めるの。あ、そうだ、てんちゃん貧乳が好きなの。そうだ、だから特別枠なのよあなたは。俺の中で、うん、俺は本当にない方が好きなの。うん、言ってたね、うんうん、だから僕はもう C からもう結構巨乳なんですよ。私でもおっぱいがない方が好きって言われる人に好かれたの初めて。だからおっぱいに見てないのもエリのこと。あ、確かに。じゃあ特別枠だ。そう、そう、ね、人として見てるから。うん、それは嬉しいけど、うん、初めて言われる。今までおっぱいとして見られてた。違う。でもやっぱりおっぱいはある方が好きっていう男性の方が多かった。うん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 、ないよりはある方の方がセクシーだから好きって言われることが多かったから。ああ、初めてなんか言われたの。彼氏に言われた。おっぱいない方が好き。でもそれを言われれば言われると。初めて誰に言われた。彼氏よ。やめてよ。一応彼氏なんだ。言わないじゃん。言わないけど。でもなんか、うん、そのおっぱいで見てないって言われたのは嬉しいけど、うん、でもはっきり俺はない方が好きって言われれば言われるほどちょっと悲しい。いや、そりゃそうだよ。ごめんってなる。まあ、だからてんちゃんは貧乳が好きだから、うん、あんまりその巨乳についてはだから B からちょっと巨乳みたいな。そう、 B で結構大きいなと思っちゃう、はい、なんかね、これさ、うん、なんかよくネット、ツイッターいろいろ出回ってるけど、うん、男子が思う A と女子のリアルな A とかってなんか比較する画像とかちょこちょこ回ってくるじゃん。いや、知っとるわと思う俺。あ、そう、うん、分かってる。それを踏まえた上でよ。で、じゃあてんちゃんの理想は A から B なんだ。そう。あー、じゃあもう C から巨乳。巨乳なんかね、そう、掴めたらちょっと嫌だもん。嫌だ、嫌だわけじゃないんだけど。え、なんかでもさ、揉めた方が気持ちいいとかない、あ、ないの。ないの、ないの、ないの、なんか揉め、なんかこれ大丈夫。いや、私は大丈夫やねんじゃん。まあ、好きに言ってください。だから揉めたら嫌だな、なんか、うん、そう、そう。やめてそれ。ちょっとそうなの。ちょっと鼻毛出てるこれ。いや、何の隠れ球にやめてる。え、じゃあ今まで彼女でさ、巨乳の子いなかったの。あ、いたよ。高校3年の時に付き合ったのか、あれは、うん、そうだね。いや、2年生の時の子はわりかし大きかったよ。へ、その辺で気づいた。あ、俺は巨乳の方、あ、貧乳の方が好きだって。そう、そこで気づいた。なんか違うんだよ。まあ、でも中にはいるよね、貧乳の方が好きって男性。そうそうそう、全然多分半々くらいですよ、男性の比率が。いや、それはない。本当にそれはない。いや、別に巨乳、爆乳とか巨乳まではいかないけど、ある程度あった方がいいって人の方が多いじゃん、やっぱり。そう、うん、例えばさ、D とか E ぐらいがいいっていう人と、もう大きければ大きいがいいっていう人も結構いるじゃん。だからやっぱ貧乳ってなるとちょっと減る気がする。じゃあ何、エリー的には女性目線でよ、
じゃあ銭湯行きました、うん、あ、大きいなこの方って思うのは E 以上。あ、やっぱそうか、うん、D はまあ普通にあるけど、うん、平均値かなって思ってしまう。 CD とかは平均値？ D 字ぐらいじゃない？平均値。世の中の女性そんなに大きい人多いの？え、結構意外とみんなあるよ。みんなあるよ。何？もういいか。もうエリーがね、サンドリッチを離さないって決めてる。だから、E、EF、EF ぐらいから大きいのかなって思う。うん、巨乳っていう部類は。そうか。そんなに大きいんだ、世の女性。え、でもさ、あれさ、一回さ、一緒にブラジャー買いに行ったじゃん。見た。下着、うん、その時さ、私さ、間違えてさ、自分のブラを持って、うん、パッて見たらさ、この A から B ぐらいのやつが、うん、私、ちっちゃって言っちゃったじゃん。言ってた。みんな繰り返してよ。あっ店内の女性、別に A から B をバカにしたわけじゃないですよ、ほんとに。違くて、自分のを見てからそっちを見ると自分こんなでかいんだと思う。近くにいたからさ、エリーが自分のサイズを探しに、あ、あっちに大きいのあるじゃんって、スタ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 ってまっすぐ向かってたけど、マタニティ行こうかな。そりゃ大きいサイズありますよ。出ますもん。ねえ、これから来る大事な時期に向かえて。本当に私サイズないからさ、あんまり。いや、でも怖かったね。ちっちゃって言った瞬間、みんな。いや、あれマジやっちゃったと思った。しっかり動画でカットされてるから。だからまあいいや、うん、その話はいいのよ、はい、だから、ね、私は、うん、巨乳は E から E から、うん、じゃあ僕は C から。ああ、なるほどね。はい、だ、誤差が E ってことや。うん、ただなんかあれ知ってる？巨乳に関するとか、おっぱいに関する英語訳があると。誰が言い出したかわからないけど、うん、A はまあちょっと見せるわ。お、最新版まで出てる。おっぱいアルファベット辞典っていうらしい。何それ。そう、 A カップ、はい、エンジン、あ、天使、そうの A なの、うん、で、俺が見た時はアクシデントだったのよ。アクシデント、事故だよ。ひどでも俺はエンジェルだと思ってるんですよ。うんうん、でもいいじゃん、エンジェルになってるから。で、B、 はい、ビューティー。あ、いいじゃん、美しい。で、俺が見た時、ボールだったの。昔めっちゃなんか腹口じゃん。でもよくなったのよ。そう、でもいいコメントになっててよかった。はい、で次、はい、あの D、はい、ダイヤモンドと D。 C は、あ、ごめん、間違えた。さっき混じったじゃん。さっき混じった C、はい、これ俺だ、テンスケンの言う巨乳ね、はい、巨乳のライン、キュート、はい、かわいい、そう、はい、で、クリエイティブ、うん、創造的、うん、で、D、ダイヤモンド、ドリーム、デリシャス、デラックス。おー、いい。で、エリーが言う、いいから。いい、はい、巨乳はいいからって思ったやつを。エクセレント。おー、ほら、ちょっとぽくない？さらに A かと。ほら、優れた。え、いいって思ったら、エリーがいいさ、いいってことか。私、いいじゃない。あ、違うのか、うん、ごめんな。すみません、引き出しに失敗しました。男性の方もちょめちょめ見てくださってる。そうだね。そう、知りたがってるから、みんな。ね、みんないつも聞かれるもん。インスタでめっちゃ聞かれる。そうですよ、もう。あの、こんな綺麗なハーフ、ワールドカップに決まってるじゃないですか。うせさん面白くないからね。はい、決まります。 F？ F、もはや幻想、ファンタスティック、ファンタジー、フェイク、フェイク。F とも言ってないから、私。え、でもなんかさ、このさ、うん、幻想的とかさ、うん、なんだろう、空想とか幻想ってさ、うん、ちょっと巨乳ラインっぽくない？確かにそうね。なんかそれまではさ、褒め言葉じゃん、うん、どっちかっていうとリアルがある形だもんね。そうそうそう、うん、幻想って言われてるから、ちょっと巨乳の部類で入るのかなと思って。え、じゃあ F から一気に人口減るんじゃない？かもしれないね。ああ、うん、ってなってくると定義は F になる。その次は G だって、グレート、壮大な、うん、ほらほらほら。で、H だとハーレー・ダビッドソン。何？これバイクだね、俺が大好きな。ハレルヤ、ハッピー。あ、もうそうだね、これもう適当になってきてる、ちょっと。あんまいないから適当になってきて。あ、待って、やばい、アイカップやばい。何、アイカップ？インテリジェンス、知性。だから おっぱいもここまで来ると知性を見たここで物事を考えれるようになるのよ。すごくない？多分すごいわ。じゃあ、脳3つあるってことでしょ。そう、アイカップの女性は。え、やっぱりそしたら F っぽくない？いや、F っぽい。じゃあ、ここでいいですか？ F で、でも E も普通に巨乳だと思うけどな。
いいにしとく。でもなんかいいから現実味のある曲風で A… え、曲風だって現実味のある巨乳で、うん、F から確かにちょっとなんかちょっと非現実的な要素の含まれてる、ね、そうだね、ちょっと変わったよね、そのライン。じゃあ E カップまでが普通で、うん、F から巨乳、はい、いいんじゃない。いいっすか、じゃあ決まりました。はい、エリーのおっぱいは F カップということです。違う、 F ではない。言っちゃダメだよ。 See you